日本神奈川県川崎市、中原区下小田中市も小田中は、神奈川県川崎市中原区の町名。現行行政町名は下小田中1丁目から6丁目で、1990年11月23日に、住居表示が施行されている。郵便番号は211-0041。中原区の南東部に位置し、全体が、多摩川の作った、中石平野である。 北部を中原街道が横断し、南西端を江川が流れている。土地利用としては、昭和60年代以降住宅が急増し、激減したものの農地と共存する環境となっている。また、中原街道沿いには、商店もの木を連ねている。下尾田中は、北東端で南部線を、大ねの境界として上尾田中と、 東端で、今井西町、木月大町と、南端で、伊田三枚町、伊田杉山町と、南西端で江川を挟んで、高津区の阿久津、下屈と、西端で、下新城、新城中町と接する。住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、下小田中2-6-6の地点で34万千円、平方メートルとなっている。 中世以前の当地は、上、小田中と一体の小田中号であった。小田中が上、小田中と下小田中に分かれたのは、1540年前後だと考えられている。また、世田谷木良氏の家人であった内藤氏が、当地に戸隠大名神を誕生している。江戸時代の当地はもともと天領であったが、一部が、 旗本領になったり、天領と一部の旗本領が増上寺へ寄進されるなど、領主は変遷を繰り返した。なお、内藤氏は、当地で機能し、名主として尊政に携わっている。村高は、昭法年間の、武蔵田園墓で708国4と余り、元禄号町で746国4都余り、天保号町で747国、 幕末の休校給料取調べ庁で749国余りというように推移していた。推理としては、稲堀が使われ、江川へと排水されていたが、その江川はたびたび反乱を起こしていた。当地は、もともと高額な地で、死牧地からの移住があったと残っているが、後に、将軍の高場に指定され、家の建築なども、ままならない状況となっていた。 農管期には、草履や、菰、そうめんなどが作られた。また、元禄以降、中農層の解体が進み、貧富の差が拡大していった。明治維新後の当地は、神奈川県に属し、行政上は、下小田中村、中原村、中原町川崎市と推移していった。東京近郊に位置するという地の利もあって、大正時代には、野菜作りが盛んとなったが、 昭和教皇の煽りを受けて不況に陥り、一個あたりの赤字が年あたり45円にまでなる事態となってしまった。この状況への対策として、農作業の共同化、低地にあったキュウリや白売りの栽培などを行い、特に校舎は品質が市場で認められるまでに至った。また、1885年には、私立で自修校という学校が設置され、吉住軍は、 もちろんのこと、東京や横浜、遠くは、福井県からの入学者もあり、1943年の廃校まで3000人余りの卒業生を輩出した。戦後には、食料不足の結果、当地に植えられたジャガイモから、モザイク病が広がり、野菜作りに支障をきたすようになってしまった結果、花作りに転換する農家が続出した。当地は、 高度経済成長期にも開発に巻き込まれず、中原区で農業従事者の一番多い地域となっていたが、交通の便も良いという立地もあり、副業として貸しアパートや駐車場の経営も行われていた。その後、1980年代から急激な宅地化が進行していった。なお、1954年から農業経営の効率化のために、 土地改良事業が行われ、状況の変化に振り回されつつも1973年に完成した。この時に作られた道路などは、昭和末期以降の主外化後も、生活基盤として役立っている。下田中が、住居表示を施行する前の字は、以下のようになっていた。なお、突起のない字は、その一部が、現町長に含まれている。また、下田中麻北島。 アザ、上等の各一部は1996年に住居表示が行われ、一部が上尾田中に、一部が下小田中二丁目に編入されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地の北東端を JR 南部線が通過しており、 武蔵中原駅が利用可能である。また、当地の地下を武蔵の南線が通過しているが、同線は貨物線であり、また当地から同線を利用可能な駅設備も存在しない。当地を通る中原街道中原街道が北部を横断するほか、南部線に並行して南部沿線道路が走っている。下小田中となっているバス停。 東急バス、川崎市交通局の二次業者が、中原街道経由のバスを運行しているほか、川崎鶴見臨行バスが、武蔵中原駅と新川崎駅を結ぶバスを運行している。なお、川崎鶴見臨行バスが、当地に、下田中というバス停を設置しているが、読みは、下田中となっている。大都神社、ありがとうございます。